んばんは。皆さん来てくれてありがとうございます。はい、今日の作業日の担当する佐藤楓です。よろしくお願いします。うん、初めましてだって。初めまして。はい、今日はもう秋です。秋ですので秋服です。じゃーん、じゃんじゃじゃん。お、虹がかかった、かわいい。やっほー皆さん。ありがとうございます。はい、おー、なんかいっぱい流れ星とか。じゃあ早速昨日のメンバーからの宿題をやりたいと思います。じゃん、たまみから猫耳つけてかわいいセリフ。うー、猫耳かわいいセリフ、なんかかわいいセリフちょっと募集します。私かわいいセリフとか考えるの得意じゃないので。わ、なんか折れてるぞ。私が折ったのかな。まあいいや、装着。にゃん。私猫の鳴きもねめっちゃ得意なんですよ。どうですか。にゃん。なんかセリフないですか。思いつかない。あ、耳反対じゃん。いや、そうでもない。あれ、こっち、いや、こっちです。わかりにくいのか。なんか、あ、いいね、それ、いいの見つけました。じゃあ恥ずかしいので一瞬でやっちゃいます。いきますよ、3、2、1。うん、またこぼしちゃった、ごめんにゃちゃい。あ、いた。いた、いた、頭ぶった。どうですか。ありがとうございます。意外とノリノリっていうね。まあもうすぐハロウィンですし、ちょっとプチ仮装ということで。いやー、終わり。はい、じゃあここで麦帯び選手権をやっていきたいと思います。はい、今日の今週の麦帯び選手権は秋にちなんだ企画で、制限時間30秒のうちにトンボのシールを夕焼けの紙に何枚貼れたかを競います。週の中で最もたくさんトンボを飛ばせたメンバーがご褒美ゲットです。なんだこの平和な企画は。昨日はね、たまみだ9だって少なくない、9って。私これなら勝てる気がする。私最近の麦帯び選手権勝ててないんですよ。あの連勝、何連勝だっけ、7連勝ぐらいの記録がストップしてしまったので、ちょっと今週は勝たせてください。え、これ剥がすの難しいのかな。よし、なんか9は超えたいね。ではいきますよ皆さん。ちょっとあの貼るところはちょっと写すの難しいので、いきます。あー、ドキドキ。よーい、あ、いける、いける、やばいやばい、手が触れちゃう。
ぱい飛べ、またたちいっぱい飛べ、はい、いっぱい飛んで、よし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 、やばい、くっつく手に、あーちっちゃいなこれ、やばい手が震える、やばいやばい、よいしょよいしょ、やばいいっぱいできた、できた、あちょっと止めます、じゃん見て、いっぱい飛んだ、いっぱい飛んだよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 15匹、どうですか、これいけてる方なのかな、ちょっと今週2人目だからわかんないな、え、ちょっと優勝圏内じゃないですか、これどうですか、ね、優勝候補だよね、お、いいね、お、みんないけてる方だって、多分優勝、やったー、ほら、ともちゃんいっぱい飛んでくれた、よし、なんだっけ、15って言ったっけ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15、よっしゃー、はい、15トンボ、じゃん、お願いします、超えないでください、はい、終わり、じゃあここでなんかゆったりまったりお話をしましょう、皆さん。今日はね、今日はね、あのね、めちゃくちゃ楽しいお仕事をしてきました。もう私がもう2週間前ぐらいから決まった時からずっと楽しみにしててやっとって感じです。なんかもうもはやお仕事じゃなかった。そう、もはやお仕事って言っていいのかわからないですよ、はい、なんだと思います、あのね、皆さんも絶対見たかったと思う。私ももうずっとやりたくって、もう超その YouTube のアンケート、 あ YouTube って言っちゃった内緒引かなかったことにして、そう、あのね、アンケートにね、ずっと書いてたの、これをやりたいっていうね、そう、もうめっちゃ楽しかったから早く見てほしいよ。ちょっとね、メンバーの名前を言っちゃうと分かっちゃうので、メンバー何人かで、楽しかった。そう、あ、なんでも。そう、あのね、やりたいこといっぱいあるんだよね。ついでにいろいろ提案してきました。ああ、何でしょう。はい、終わり。
この話は終わり、私はもう口が滑りまくってしまいそうなので、この話は終わりです。私が最近ハマってるやつ、はい、皆さんなんか話してください。あ、知ってる人いる？あ、そう、鏡の話。皆さんのアンダーライブ、この前先週なんか毛が顔に毛がついて、アンダーライブが先週あったんですけど、その MC の時に鏡の話をしたんです。あの、私がアンダーライブのためにあのダンスをお家でいっぱい練習するためにもうめっちゃ大きい鏡を買ったっていう、あの普通の姿見はあるんですよ、もともとあって、でももっとちゃんと見たいから、あのもう大きい鏡を買ったんですけど、なんかさ、最初買った時にはもう即配送みたいな書いてあったので、買ってからなんかメール来て配送日を希望の日を選んでくださいみたいなのがあって、なんかそれがそもそも最短で9月の26日だったのよ。それってもうさ、アンダーライブまでさ、あんまないじゃんもう最初から。まあでも 3,4 日ぐらいはまあ練習できるからいっかって思ってね、9月26日にしたんです。そしたら9月26日にあのお仕事が入ったんですよ。それで受け取れなくって、まあでもさ、だいたいさ、電話すればさ、その日の夜とかさ、次の日の朝とかにさ、できるもんだと思うじゃん。そしたらさ、なんか次が10月3日以降でって言われて、え、終わってるんだけどって思って、そう、私はだからただ大きい鏡を買っただけの人になっちゃったんですよそうで、それがやっと届いたんです。届いたんですけど、あのさ、最近よくあるじゃないですか、置き配みたいな、あの玄関の、対面しなくていいみたいなさ、玄関の外に置いといてもらうみたいな、でそれで置き配をしてもらって5日前ぐらいに届いたんですけど、未だに玄関の外に置いてありますだってもう必要ないんだもん。しかも大きすぎてさ、なんか思ったより大きくってさ、お部屋に入れるのもめんどくさくなっちゃってさ、そう、ごめんなさい、絶対入れますそのうち。運べたっていうか、その玄関の外に置いてもらってるんです、私の部屋のね、お部屋の玄関外にずっと放置ですあー、だってもうさ、必要性がないじゃないですか、ライブもないし。誰か手伝ってくださいそう、そういう近況です、最近の鏡は。でも大丈夫、邪魔にはなってないので大丈夫です。ねえ、本当に。そう、そんな皆さん、アンダーライブどうでしたか？見た人、アンダーライブどうでした？いつでも行けますってありがとう皆さん。あ、皆さんどうでした、アンダーライブ？そう、私は終わってみて改めて思うんですけど、本当にめちゃくちゃいいライブだったなって思います。なんか、ちょっと言い方難しいけど、なんか
めっちゃいいライブだったって思いましたなんて言えばいいんだろう。そう、なんかまあ今はなんか、まあライブは基本的に全部いいライブだと思うんですけど、特にあんまなんかこうここまで思うことってないんですよ、私8年目ですけど。でもめちゃくちゃ良かった、いいライブだ。もうなんかその全体を通して本当にメンバーも含めて本当にいいライブだったなって思って。どうでした？自己中プロデュースもね、見ました？みんなのやつアフター配信で1日目2日目が見られましたけど、めっちゃ緊張したそう、私はコンテンポラリーダンスで釣り堀をやって、七瀬さんのソロ曲ので、もう一個はもうガラッと雰囲気変えて月の大きさでバキバキのバキバキっていうか、まあダンスをやったんですけど、ギャップを見せられたらいいなと思いますで私が全体を通して、あ、ここなんか見どころはここかなってもうあの本番前から思ってたのが、最初のね2曲かな、あの清志郎さんに振り付けしていただいた最初のインターと、その次の自由の彼方、めちゃくちゃ自由の彼方とか特にめっちゃ素敵じゃなかったですか皆さん。そう、オープニング、そう、あそこ一番結構私はグッときます初日とかさ、途中で自由の彼方の途中で落ちサビぐらいかな、松尾一人と他のみんなが向き合ってる振りがあるんですけど、そこで松尾の顔を見たらちょっと涙出そうになっちゃった実はそう、めっちゃ素敵でしたよね。なんか本当にあの3日間で終わっちゃうのが、あの振り付けがあの3日間だけ限定っていうのがめちゃくちゃもったいないぐらい素敵に振り付けしていただいて、そう大変だったけどね、めちゃくちゃみんなでいっぱい練習していっぱい揃えて、なんか本当にみんなで練習した具合とかさ、もうめっちゃ固めた具合で言ったら過去一でしっかり固めたんじゃないかなって思って、今回のアンダーライブ全体を通して、そうだから8年目だけど今までで結構一番上位に入るぐらい、アンダーライブの中ではもうダントツ一番大変でした終わってから言えるけど、だから本当に無事終わってほっとしてます。あ、いつかでんちゃんの17分間見て、あ、そう17分間めっちゃやりたいの、私完璧なんです。大好きこれ、完璧やりたい。あとなんかあります？届かなくたって、そう素敵でした、真っ赤の景色。あの自己中プロデュースの時もみんな真っ赤にしてくださってそう、私はね釣り堀ってやっぱ本当にいい曲だなって思って、なんかそのリハする時に久々に聞いたんです、釣り堀、涙出そうになっちゃったあの七瀬さんの声も相まって歌詞も素敵だし、そう大好きスカウトマン、そうスカウトマンは正直私は今回のアンダラの準備で一番苦戦しましたなんか結構なんか振り返ってみたらいろんなジャンルのダンスをやってたなって思って、中でもヒップホップでやったスカウトマンは本当本当に苦戦しましたなんかヒップホップなんてさ、や
ったことないしさ、そうなんかリズムの取り方とかがそもそも違うから、体の使い方とかさ、ほらなんかもうやってた人じゃないとできないじゃん正直。そう私もさ、松尾もやってなくってさ、でもアーヤがめっちゃ上手だからさ、そうなんかやっぱでも後輩にもやっぱ負けたくないじゃないですかね。だからちょっと私の出せる、私の練習できる精一杯をいっぱい練習して、私の出せる精一杯を出したんですけど、できてたかなそうアーヤめっちゃ上手だったね、かっこよかった。でもなんか楽しい、ヒップホップってやってみたらやっぱリズムも楽しいし、結果的に楽しかったですじゃあまあそんなダンスは上手じゃないんですけど、今回のライブをでいろんなダンスに挑戦して、あ踊るの好きだなって思いましたああ嬉しい。よかった。ありがとうございます。でも本当に、なんだろう、まあいつも全力なんですけど、やっぱ今回は結構みんなが多分あのライブにかけてたんじゃないかなって思います。だって私だって自分で言うのもあれですけど、鏡を大きく、大きい鏡を買うぐらい本気だったんです結構いつも本気ですけどね、全部かけたいって思うぐらいいろんな気持ちがやっぱあるじゃないですか普段ね。伝わってたらいいな、このみんなの気持ちそう、ドキュメンタリーもね放送してくださるみたいで、11月25日土曜日25時58分から TBS 乃木坂46アンダードキュメンタリーということでね、ありがたいですねこう密着していただいてはい、ちょっといっぱい喋っちゃった、なんか喋り足りないけどそうなんかとりあえずやることだけ先やっちゃおう、次回のメンバーに宿題出しましょう、そこからまた雑談をねしましょう、早く決めて宿題自分で決めろよってね。なんかいいのあります？誰だろうね、あ、ちょ誰か決まってないんだって、明日はねお休みらしいです、だから明後日、私も誰かわかんない、でも今言わない方がいいかスケジュール見たら分かるんだけど、ちょっと誰か分かんないので、なんかあります？なんかあるかな、猫耳ね、猫耳で全力、お、なんだ今いい、良さそうなのあった、なんだなんだ、いやなんだっけ、即興ソングいいね、あ猫耳つけてハロウィンの即興ソングでいいや、いいですね、はい、猫耳つけてハロウィンの即興ソング、うわ難しい、私はできません、頑張って、え誰だろう、ちょっと見てみますね、発表はしないですけど、おいいですね、絶対面白い、絶対面白い、皆さん期待してください、はいあの子
でした。ヒントは後輩でした。後輩ちゃんでした。頑張ってください。はい、ここでなんか雑談に戻っちゃいましょう。そう、後輩ともね仲良くなってますよ私は最近。皆さんにとったらびっくりすることかもしれないんですけど、そう、松尾がね、あの離れ終わって話した時におにぎりパーティーしたいですって言ってきたから、そう、松尾と私はおにぎりパーティーをするのが夢です。今現在目標です。おにぎりパーティーってなんやねんっていうね。そう、今年は、今年じゃない、今週はね京都でリアルミーグリもありますし、何を着ようかな、待ってます。皆さん京都までありがとうございます。そう、あとあの今週の土曜日14日にあのオールスター感謝祭のミニマラソンを走らせていただくことになりましたので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。頑張ります。なんか本当に最近体力がめちゃくちゃ落ちちゃったなって思って、そうだからもう精一杯頑張りますので、ちょっと温かい目で見守っててください。そう、そうなの、暖かく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 見守っててください。あ、そう、アップトゥーボーイさんも10月23日に発売されます。そう、あのね夏の終わりっぽい撮影でプールに入りました。楽しかった楽しかった。そう、その日はめっちゃお天気よくってプール入っても全然寒くなかったです。はい。あ、予約したよってありがとう。じゃああとちょっと何すればいい、なんか今日いいね、今日は本当に楽しい一日でした。面白かった、楽しかった。最近何こぼしましたか。あ、この前ね水こぼしちゃったの。水、しかもなんか私ペットボトルの蓋をちゃんと閉め、なんか私でもペットボトル飲んだら気づいたら蓋閉めてないことが多くって、本当にもうちゃんと開いてることが多いの。そのまま放置しちゃうことが多くって、その時はね閉めてたんだけど、なんか多分かぶせただけだったっぽくって、でも倒したのも全然気づかなくって、よし帰ろうって思ってパッて見たらもう全部水浸しね。そういうことありますよね。携帯大丈夫でした。そう、葉月が写真撮ってたんですけど携帯は大丈夫でした。カバンも大丈夫でした。ギリギリカバンももう周り水浸しだったんですけど、なんかなんとか大丈夫でした。うーん、本当にそればかりはねしょうがないですね。あ、もうすぐ終わりだ。皆さんありがとう。猫、ありがとうね皆さん。またアンダラの感想とかもあの巡りとかいろんなとこで教えてください。はい。バイバイ、ありがとうございました。終わり。